あーちゃん、かしゆか、のっちで構成されている3人組テクノポップユニット、Perfume。今回は、そんな Perfume メンバー、のっちの熱愛情報、不仲説、薬物疑惑について見ていきたいと思います。Perfume は、グループが結成されて20年以上経っており、どの楽曲も息ぴったりのパフォーマンスで、ダンスと舞台演出に定評があります。メンバー全員が同い年ということもあり、仲が良さそうに見えますが、実はネット上で Perfume の不仲説が浮上しています。その原因一つ目がインスタグラムのストーリーズ。2017年11月28日に放送されたベストアーティスト2017にて、 Perfume は日本テレビのアナウンサー水占いあさみさんとお笑いコンビハリセンボンの近藤春菜さんと一緒にポリリズムを披露したことがあります。コラボパフォーマンス後、Perfume の公式インスタグラムのストーリーズにて5人がポーズを決めた写真が投稿されました。しかし、その写真に墓志ゆかさん、あーちゃん、水占いあさみさん、近藤春菜さんしか写っておらず、一番右端にいたのっちさんが見切れていました。写真が投稿された途端、ファンからの批判が殺到。すぐにのっちさんもきちんと写った写真が再アップされました。この出来事からPerfumeの不仲説が出始めるようになったようです。しかし、もともとの写真は5人全員写っており、のっちさんがはぶられていたというわけではないので、Perfumeの運営サイドの投稿ミスの可能性が高いです。2つ目はインスタグラムのぼやけ写真。2020年1月1日、Perfumeの公式インスタグラムに投稿された写真が再び不仲説を匂わせて話題になったことがあります。2019年12月31日、第70回 NHK 紅白歌合戦に出場し終えた Perfume は、楽屋裏の3人のオフショットを翌日に投稿しました。その投稿には3枚の写真がアップされており、1、2枚目はカメラに向けて笑顔を向けたメンバーが写っていたのですが、3枚目に問題がありました。理由は不明ですが、なぜかのっちさんだけぼかし加工が施されており、かしゆかさんとあーちゃんだけが笑顔で写っていました。この写真を見たファンは、なんでのっちだけモザイクをかけているの、可愛いのにモザイク嘘でしょ、などと批判のコメントが相次ぎました。2017年に不仲説が出た際も、のっちさんだけ見切れていたこともあり、のっちがいじめられているのではないか、一部スタッフから嫌われているのではないかと思われるようになってしまいました。運営サイドから何も釈明がないので、のっちさんだけぼかした写真を上げた理由は分かっていませんが、ストーリーズの件同様に運営サイドの手違いの可能性が高そうです。ネット上では、 SNS の管理は外注していて、その人のミスなのではないか、炎上狙いの話題作りではないかという説が出ています。ちなみに、この騒動後、 Perfume のファンクラブ限定コンテンツの動画内で、このモザイク写真をアップした背景についてメンバーが話していたことがあるようです。その話によると、面白おかしく写真を撮った中の1枚で、のっちさん了承のもとアップしたそうで、Perfumeとしては仲が良いからこそアップしたのですが、盛大に滑ってしまったみたいです。3つ目は、いじめ疑惑。Perfumeは広島で結成したグループですが、最初はグループ名もメンバーも現在とは異なるものでした。2000年春、アクターズスクール広島に入学した第1期生のかしゆかさんとあーちゃんは、同期の川島優香さんと共にスクール内ユニット YAY を結成し、後に Perfume と改名しました。その後、2001年夏に川島優香さんが脱退したため、新メンバーとしてのっちさんが加わり、Perfume が誕生しました。かしゆかさんとあーちゃんは小学4年生の時に知り合い、YAY 時代から苦楽を共にした仲なため、途中加入したのっちさんに対し、2対1でいじることがたびたびあるようです。過去には、あーちゃんさんが TV 番組で、のっちは最初に習ったダンスの先生が違うから合わせにくい、のっちはキレがあって得意分野が違うと発言し、共演者や視聴者を驚かせたこともあります。そのため、メンバー内に亀裂があるのではないかと不仲説が出てしまったようです。しかし、天然キャラなのっちさんはいじられやすい存在で、おとなしい性格なことから、かしゆかさんとあーちゃんが盛り上がっているのを温かく見守るようなポジションなのだそうです。そして、2020年に Perfume はメジャーデビュー19周年を迎えるので、
メンバーにいじめや不仲があったらこんなにも長い期間グループ活動できていなかったはずです。4つ目は2020年に解散しそうなグループ。2020年1月6日放送されたミヤネ屋にて2020年に解散しそうなグループがいると報道されたことがあります。そのグループの特徴が Perfume に当てはまることが多く、これまでの不仲説も相まって Perfume は2020年に解散するのではないかと思われているみたいです。実際ミヤネ屋で明かされたそのグループの特徴が、歌手アイドルではない、男女どちらかは明かせない、個人活動も言っている、2020年まではグループ活動を頑張る、 Perfume はアイドルではない歌手グループであり、最近ソロ活動も目立ち始めています。2020年からノッチさんが音楽ナタリーで不定期の記事連載がスタートしており、2017年頃にあーちゃんが東京オリンピックまでは頑張りたいと発言したこともあったようです。当時2020年に東京オリンピックが開催予定だったので、さまざまな要素から2020年に解散しそうなグループ Perfume と結びついてしまったみたいです。 Perfume のファンだからこそわかるいじりネタの部分もあったようですが、それを知らない方からすると Perfume って不仲なの？と思ってしまうのかもしれませんね。5つ目は違法薬物疑惑。ある記事には、高い歌唱力とハイレベルなパフォーマンスなどで人気のユニットメンバーに違法薬物摂取の疑いがかかっていると書かれていました。その人物の特徴を組み合わせると Perfume のノッチさんに当てはまる項目が多かったそうです。具体的にどんなことが書かれていたかというと、レコード大賞など数々の受賞歴があり、紅白歌合戦に出場経験があるグループのメンバーである、脱退したメンバーを含む初期メンバーの名前がグループ名である、後から加入した A はグループに居場所がない、などで、 A は数年前から友人を通じて違法薬物を手にし、とある売人が逮捕された時に A と吸ったことがあると証言したことから A の違法薬物疑惑が出回ったと言われています。 Perfume は2008年にレコード大賞の優秀アルバム賞を受賞したことがあり、2008年から連続で紅白歌合戦に出場しています。またグループ名の Perfume は樫優香さんとあーちゃん、元メンバーの川島優香さんの名前にある甲が由来となっています。そしてノッチさんは追加メンバーとして Perfume に加わりました。これらのことから違法薬物疑惑の歌手 A、 Perfume ノッチではないかと思った方がたくさんいたそうです。しかし具体的な人物名は明かされていないので、ノッチさんだという確証はありません。このように不仲説が目立つ Perfume ですが、実際はとても仲が良いグループという声の方が多いようです。2017年のストーリーズや2020年の投稿写真に注目されがちですが、それ以外の投稿ではメンバー3人がわちゃわちゃしている写真や動画がたくさんアップされています。また2018年に Perfume の3人はブロガーのももさん、女優の森谷環奈さん、メイクさんと USJ に遊びに行ったり、京都旅行に行ったことがあります。さらに樫優香さん、あーちゃん、のっちさんの3人は家族ぐるみで親しく、正月にグアム旅行に行った過去もあるようです。もし Perfume が本当に不仲だったら、プライベートで遊んだり旅行に行ったりはしないと思いますので、きっと Perfume の3人は仲良しグループだと思われます。